隣の家の魔女見習いの少年に魔女は何を食べているのと聞かれました。トカゲとか食べてないです。今日はお友達に甘い香りのホーリーバジルをいただいたので、ウィッチースモールキッチンで隣の家の魔女が少年のおやつに記憶の中の魔女宅パンを作っていこうと思います。まずはボウルに強力粉を入れ、水とドライイーストを混ぜます。水とドライイーストを混ぜたものを加えて、ひとまとめになるまでしっかりこねます。天草の古代人からゲットした縄文塩、普通の塩で構いません。オリーブオイルを加え、さらにこねます。ボウルにラップをして冷蔵庫で一晩寝かせます。ローズマリーの葉をちぎっていきます。私は幼い頃から祖父母の影響で食べれる野草や野生のハーブを採集するのが好きでした。なので我が魔女宅にはハーブガーデンと小さな野菜畑があります。育てたハーブは乾燥し、ハーブティーや料理に使っています。2倍に膨らんだ。さあ、魔女に憧れる少年の夢を壊さぬよう、何もカンニングせず魔女宅パンを作れるか。生地を5分の3あたりで切って2つにします。大きい方にローズマリーとホーリーバジルを混ぜていきます。怒りの前借りをしてモードザ・ビーストでフルボッコにしていきます。ハーブが混ざったら3等分に、3つを手でこねて伸ばしていきます。粘りがあって縮むので、引っ張りながらこねて伸ばすと伸ばしやすいです。3本の端を軽くくっつけて、少し引っ張りながら隙間が開かないように三つ編みします。
で編めたらぐるっと輪っかになるようにつなげていきます。残りの生地で他のパーツを作っていきます。ここからは犬の呼吸全集中でゾーン入りしたいと思います。濡れ布巾をかけて30分発酵させます。オーブンを180度に予熱している間に溶き卵を塗り、オーブンで30分焼きます。15分から20分ぐらいで焼け具合を確認。完成。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。